世界中に戦略的に配布されたスターシードは、レイラインとグリッドの活動家として機能し、原子周波数とシード周波数を放射して地球を安定させ、バランスを回復します。彼らの使命は、より高次の宇宙の光を定着させ、人類をその最高のタイムラインに導くことです。地球のネットワークが、回収、修復、再活性化されるにつれて、スターシードは本能的に互いに惹かれ合い、五次元の魂の部族のエネルギーを、体現する魂の部族や、コミュニティを形成します。これらのつながりを通じて、彼らは愛と統一意識に基づいた自立したハート中心の環境を開発し、水瓶座新時代の地球モデルの基礎を形成します。ライトワーカーたちは現在、古い地球のエネルギーでの活動から、新しい地球のエネルギーへの適応へと移行する際に、課題に直面しています。内なる自己に取り組み、直線的な信念を手放し、条件付けされた思考に取り組むことは、このアセンションのプロセスの重要な部分です。瞑想、整理整頓、マインドフルな創造、自己愛による、簡素化が、この変化を管理する鍵となります。上昇する自己の新しいバージョンに進化するには、休眠中の DNA 差の活性化が必要です。様々な時に不快に感じることは、アセンションの旅の一部であることを思い出し、自信と自己信念を高めることが非常に重要です。自己愛、エネルギーの回復、自然や癒しの要素との再接続を目的とした努力により、ライトワーカーは、この段階をうまく乗り越え、内なる光と力を再発見するでしょう。この困難な時期はすぐに過ぎ、今後数週間でもっと安心して、本当の自分を受け入れ、調和できるようになると信じてください。活性化の流入は、体が不要なものを排除するため、消化不良、睡眠障害、肝臓の解毒、筋肉の緊張、頭の霧、様々な皮膚の炎症として現れ、体の物理システムに負担をかける可能性があります。スターシードは、自分たちが直面する暗闇によって定義されるのではなく、あらゆる逆境に負けずに持続し、精神的な戦士の本質を体現する光の明かりであることを思い出させられます。変化が意識的な進化への道を開くため、抵抗なく変化を受け入れることが強調されます。生命の自然な流れを信頼することは、宇宙の知性、その導き、各瞬間における目的を信じることと同様に非常に重要です。自分の回復力と課題を克服する能力を信じることが重要です。それは学んだそれぞれの教訓が個人を成長と充実感の意図した道に導くためです。アセンションは個人の予想を超えた挑戦を伴う奥深く、時には困難な旅です。二元性に基づいた惑星でのアセンションのプロセスは、特に高度に条件付けされた直線的な心を持っている人にとっては、決して簡単ではありません。感情、信念、恐怖、認識されている欠陥を解明することを含むインナーシャドウワークは非常に重要かつ複雑であり、複数のレベルと層の内省が含まれます。この変容の旅は肉体に負担をかけ、変化に抵抗し、アセンションを大きな脅威と認識するエゴに、脅威をもたらす可能性があります。心をすっきりさせるには、混乱、疑問、疑念に対処する必要があり、これらはすべて幻想と、機能不全に満ちた世界に根差した偽りの自己を取り除くために必要です。真実は人口のほんの一部 1% のうち 0.7% だけが意識的にシャドウとアセンションのワークに従事しているということであり、この道の困難で選択的な性質を浮き彫りにしています。この旅での孤独の経験は
自分の独自性を思い出させ、内政システムの安定化、意識の進化の必要性を強化します。私たちは集団として深遠な自己変革の入り口に立っているため、私たちの集団的な努力は私たち自身と私たちが住む上昇する惑星の両方の集団的な進化に貢献します。真の進歩は高い信頼性の基準を備えているため、ニッチなものです。自分自身の中にある真実を具体化することは、内なる影の自己の発見につながり、地表の下で金を掘る鉱山労働者と同じように、深い自己探求のための重要な触媒として機能します。条件付けされた疑似己の石灰化した層の下には、自己の形而上学的かつ多次元的な側面があります。上昇する自己が自分自身の内側に深く入っていくにつれて、明るみに出されるのを待っている豊富な自己発見と深い洞察が明らかになります。アセンションライトワーカーへの愛情と献身的な奉仕において、